送った、よっしゃ。あ、食った、あ、今食った、目の前にいた、いやー乗せられなかった、こんな近距離にいるとは思わなかったな、さすがにもう食ってこないか、あんまりまあサイズ大きくなかったな、でも小さいのがいるってことはベイトがね入ってるんだと思うんですよね、ベイトもね確認できましたし、ヒラメの反応もあったんで、夕方までねここで粘ってみたいと思います。うわ、食ったな、またさっきの子かな、すごいな、波打ち際にいるな、もう食ってこないか、ダメかやっぱりダメだな、こういう時って色変えたりしたらどうなんだろう、反応変わったりすんのかな、ちょっとナチュラル系のカラーに変えてみようと思います。一通り探ったんですけど反応がないんで、ちょっと色を変えて今やってます。もしかしたら色変えたら反応してくるやつがいるかもしれません。さあ少しね日も傾いてきたんで、夕方のね勝負から常磐プレシャスオレンジでやってみます。ソゲが入ってるってことは何かしらベイトがいると思うんで、でっかいヒラメもいてもおかしくないんですけどね、いることを信じて、で夕方にね発生が上がって食ってくることを信じて、もう少しねやってみます。今日は苦しい戦いだな、やっぱ昨日寒かったのがいけなかったのかな、4月入ってんのに気温夜5度とかでしたからね、諦めるものか、昆布締めで一杯やりたいんだ、諦めんぞ、これはボラか、イナッコだな、今日は久しぶりの敗北か、まあこういう日もあるわな、と言いつつまだ諦めない、送った、よっしゃ、夕方
ユーマズメ来た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 、やった粘った甲斐があった。やっぱユーマズメですよ、ユーマズメ。よし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 、あ、ヒラメじゃないコチだ。はい、ユーマズメね、今時間が6時31分ですね。もうね、真っ暗になる本当に直前っていう感じですけれど、やりましたね。諦めずにやってよかったです。コチがね釣れました。結構ねこんな暗い時間でも食ってくるんですね。最後のね一投にしようかななんて思って投げたらね釣れましたね。いや諦めずにやってよかったです。ヒットルアーはねやっぱり夕方の定番、常磐プレシャスオレンジ、パワーシャットのね常磐プレシャスオレンジですね。やりました。もうね、暗くなる直前っていう感じなんですけれども、最後のね最後にちょっとねいい潮目が出てたんですよね。ここだけ最後攻めてみようと思って、そこのね潮目のとこ投げたら1投目でねマゴチ釣れましたね。いやーなんとか釣れてよかったです。さあ美味しい昆布締めを作りましょうか。
いただきましょうか。いただきます。まずはね、マゴチのヒレ酒いただきます。綺麗ですね。少し飴色がかったような色をしていて、マゴチのね、出汁が出ているような感じがしますね。ああ、美味しい。これはね、美味しいですよ。臭みはね、一切ないですね。で、このマゴチの香ばしさと魚のね、旨味がね、しっかりこのお酒に移っていて、とてもね、芳醇な香りです。ああ、香ばしい。これは美味しいですね。では、このマゴチのね、昆布締め、いただきます。これはヒレ酒にめちゃくちゃ合いますね。最高に美味しい。あのね、この昆布の旨味がマゴチのこの身の旨味と相まって、この昆布のね、風味がマゴチの身にこう移ってるんですよね。昆布のね、風味がですね、マゴチのね、身の旨味をすごくね、引き立ててますね。でね、あのちょうどいい塩気がね、この昆布からマゴチに移っていて、まあ醤油かけてもいいんでしょうけれど、醤油なしでもね、ちょうどいい塩気があって美味しいですね。このね、ヒレ酒にめちゃくちゃ合います。あー、最高。これは最高にうまい。で、続いてはね、これマゴチのね、胃袋です。胃袋のね、湯引きですね。いただきます。これはね、ポン酢につけていただきます。本当はね、もみじおろしとかあるともっと最高なんですけどね。聞こえますか、この音。このね、コリコリの食感がね、最高なんですよね。臭みとかはね、もう一切ないですね。なんでしょう、あの牛ホルモンとか、あのミノとかあるじゃないですか。あんな感じのね、食感でとってもね、美味しいですよ。これはね、お酒に最高に合います。胃袋までね、食べれるなんて、ほんと素晴らしい魚ですよね、マゴチって。これはほんと最高のね、珍味ですよ。このね、マゴチの胃袋の湯引きは、ぜひね、やってみてください。胃袋をね、よく洗って、湯引きして、ポン酢とね、もみじおろしで食べるとね、最高に美味しいですからね。ぜひやってみてください。今回ね、このヒレ酒、これがね、やりたかったんですけど、なかなかね、魚が釣れなくて、結構今回は苦労しましたね。マゴチのね、ヒレ酒、これも最高です。皆さんもね、ぜひやってみてください。いやー、堪能した。ごちそうさまでした。